大変それぞれ豊かなご報告をいただいたと思います。それを全部まとめて、さあどのようにコメントするのか、簡単ではないんですが、少し考えを述べさせていただきます。研究者の中ではですね、しばしば「パブリッシュ」or「ペリッシュ」っていうことがよく言われていました。論文とか本を出版をする、さもなくば消え去るっていう、なかなかこれは辛い言葉ですね。ただ、最近私の周りでよく耳にするのは「アソシエイト or「ペリッシュ」という言い方をするんですね。アソシエイト、一緒にこうつながっていく、さもなくば消え去る、こういう言い方がなされていきます。で、今日の、ご報告というのは、やはりこのアソシエーションの、今日的なあり方を考えるのに、非常に、有益な示唆を与えてくださったのではないかと思います。ただ、なかなか難しいのはですね、アソシエーションの夢っていうのは、近代をとってみてもですね、さまざまな夢が語られてきたんですが、なかなかこううまくいかなかったケースも多いわけですね。今日最初に富澤先生からコモンズの話が出てまいりましたが、コモンズにしても、あるいは公共、空間論なようなことも近年述べられていましたけれども、そういったのも一つアソシエーションの夢の現代版だろうと思うんですが、どういう形で人、物、情報、これがつながるのか、それが大事なわけですよね。つながり方を間違えると、かえってうまくいかない時が出てまいります。ですから、今日の、先生方のご報告を聞きながら、じゃあどのようにですね、つながり方を考えればいいのか、その、つながり方を考える言葉、概念、これが非常に重要なんだなという気がいたしました。で、例えば、最初のご報告いただきました増田先生、の発表なんですけども、例えば最初にですね、物と言葉、この2つっていうのが実は両輪のように重要なんだっていうお話をいただきました。つまり法上に代表されるその書の 書籍ですよね。それと、書論、ここでは書についての言葉、概念というのが発明されていくわけなんですが、この2つが相まうことによって、アソシエーションの形っていうのが見えてくる、そういう内容だったかと思います。で、比較対象として明と清、この2つの時代の違いっていうのを挙げられたわけですよね。明においては、やはり民間のイニシアティブっていうのは非常にこう発揮されていく、トウ・キショウという一種のこうブランディングに優れた方もいらっしゃって、非常にユニークな形のアソシエーションが可能だったと思うんですね。で、同時に、明代というのはこの書論というのも非常にこう、隆盛を極めていくわけですが、それに対して清代になってくると、今度は、明ではなくてですね、漢、そちらの方に知がこう占有されることによって、明の方がやや細ってしまう、こういうことが起きてしまったわけですね。で、私はやっぱりそこで、そうであれば、どのような概念、言葉を使って、じゃあそのような知の占有というのに、じゃあ抵抗しえたんだろうか、そういうこう思考実験をしてみると大変面白いのかなと。そうすると、私たちがこれから、アジア研究図書館を考えていく中でもですね、どの道に行くと知の占有になってしまって脅威を妨げるのか、そういったことにヒントをいただけるような気がいたしました。で、2番目に三浦先生のご発表、これも大変面白いご発表で、そのパーソナルという言葉が非常にキーワードだったと思うんですよね。パーソナルなその知の共有ということが行われていたんだと。で、知が流通していたんだと。ところが、
そのようなパーソナル、オーラルな、伝承による教育っていうのが、学問が制度化され、マドラサというその学院ですね、それが成立し、図書館ができていく中で、非常に皮肉なことに、その結果的にですね、知がもっと流通するとともに、知の私有化、私物化っていうのも起こってしまった、まあ、こういうことを、お話しいただいたわけなんです、まあ、知識が、ある種の権力となってですね、それが職業と結びついて独占をしていく、まあ、増田先生のご発表とも重なるところだったと思うんですけども、やはりそれをですね、じゃあどういう形で、食い止めることができたのか、それがやはり我々にとっての課題なのかなと。その時に私が思い出していたのは、パーソナルってプライベートっていうことではないだろうっていうことなんですね。パーソナルはプライベートではない。今日の中でたくさん出てきた言葉で、私有化、私って言葉がございましたが、一体これは何なのか。これは非常にこうプライベートなものというふうに我々受け止めがちなんですけども、実はこのパーソナルなものっていうのは、単なる中に閉じるようなプライベートなものではなくて、ある仕方でこう共有されて、広がっていくもの、もしそういうものだとすれば、パーソナルなものっていうのをもうちょっと掘っていくことによって、よりその知がですね、流通し、共有されていく、まあ、そういうあり方を構想できるのかなと、そのように思いました。それから原先生のご報告で、まあ、地域の知の集積共有というところが大きなテーマだったかと思いますけれども、やっぱり伺っていて面白いなと思うのは、やっぱりその地域の持っている独自性ですよね。それを失わない形でどうやってその集積共有をしていくのかっていう模索がまさに今現在行われているわけですよね。で、ヘテロジーニアスって言葉が一箇所出てきたかと思いますけれども、ホモジーニアス、同質的な同型的なものではない、異なる生成のあり方をしている、異なる系譜にある、そういった知をですね、その性格を失わない形でどのように共有するかという、非常にこれはある意味で哲学的なですね、チャレンジをされていたように思うわけですよね。ただやはりお話を伺っていて難しいのは、どれだけその今の、コンピューターの技術が進んだとしてもですね、メタデータも含めたその長期の利用共有っていうのはなかなか難しい。私のように IT に最も疎い人間から見るとですね、ああいう電子データになったものってのはずっと残るんじゃないかなんてこう錯覚を持ちますが、今日のご発表でもそうですし、前に伺った別のところで伺った発表でも、実はそういうデータってのは消えるんだ、手入れしないと消えるんだっていうことなんですよね。だからそうすると案外紙の方が残るかもしれないっていうのはちょっと衝撃的なことなんですけど、まあ、実際そのような状況があるようです。ですからやはりどのようにそのヘテロジーニアスな地域の知っていうのをこれから共有し、長い間、運用していくのか、まあ、それを支える、やっぱりこれも概念だろうと思いますが、それが必要だ。ただ同時にコストがかかるっていう問題ですね。多分さらっとおっしゃいましたけど、いや相当これはコストがかかるんだろうなと。でそういうコストに耐える、あるいはコストを許容する社会的な、やはりこう認識の共有、これがどういうふうになされるのかっていうのもやっぱり大事だろうと思うんです。それはやはりパーソナルなものがプライベートではなくて、ある種共有されるものだっていうことと重なってくる議論だろうと思っています。で、栗島先生のご発表は日本のですね、古代から中世、近世、近代をずっとこう、縦覧して、知の共有集積の、まあ、在り方についてお話をいただいた
わけなんですけども、やはり宝蔵文庫寺院、こういう形でですね、地が集積され共有されていく、まあそういったセンターがですね、やっぱりこう時間とともにこう変容していくわけですよね。ある種こう権威化していったり、その非自化非義化されていく。そうすると閉じていってしまいますから、なかなかこう共有されることが難しい。とりわけ家という形で地の集積共有っていうのがなされるようになりますと、それが近代になりますと、とりわけその所有権の問題とかと絡みますので、非常にその難しい問題を抱えるわけですよね。せっかく民衆レベルで多く地が共有されるようになる、まさに地域の地というのがそこで成立をしてきたわけなんでしょうけども、それを支えていた家っていうものがこうプライベートなものになってしまう、パーソナルでいいのにプライベートなものになってしまうことによって共有が妨げられている、そういう現実があるわけですね。ですからこれも非常に今日的な課題として我々に突きつけられているものだろうと思います。でたまたまその被災した場合にこういった貴重なですね資料っていうのが非常にこう脆弱な状況に置かれているっていうお話がありましたが、まあ、考えてみればその東北で被災の後にですね、なかなかその復興が進まない理由の一つに、やっぱりその所有権の問題、近代的な所有権という概念の問題、これが立ちはだかっていたわけですね。なかなかそれを今一朝一夕に変えるってことはできませんけれども、何かもうちょっと良い知恵を我々が出すことによってですね、やっぱりその人と物と情報っていうのが良い塩梅でつながっていく、まあ、つながりすぎてはいけないということも言われてますので、まあ、良い塩梅でつながっていく、そういう仕掛けができるといいなと思っています。でそれがおそらくアジア研究図書館の、まあ、課題だろうと思っておりまして、ぜひ、皆さんとともにですね、そういう新しいその言葉概念というのを、鍛えて発明していきたい、そのように